こんにちは、杉です。冬のキャンプで重要な道具といえば寝袋を想像する人は多いと思うんですが、どうでしょうか。今回はヤマケイと南ガのコラボした寝袋についてなんですが、今すぐ買った方がいい理由を2つ紹介します。こういう言い方をするとちょっと押し売りみたいな感じに捉えてしまうかもしれませんが、いつかこの寝袋を買おうと思っていてタイミングを伺っていた人向けの動画になりますので、最後まで見てチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ではまずはじめにこの寝袋の特徴についてです。詳しく説明すると長くなってしまいますので簡単に説明しますが、この寝袋は色が黒しかない代わりにめちゃくちゃ安いというものです。通常の南ガの寝袋のものよりも2万円ぐらい安くなってますので、かなりお買い得ですね。安い割にフィルパワー760で防水で透湿性も高いので、ちょっといい寝袋を買おうと思っている人にはかなりおすすめの寝袋です。では本題の今すぐこの寝袋を買った方がいい理由1つ目ですが、値段についてです。最近キャンプ道具に限らずいろんなものが高くなってませんか。スーパーとかで売っているお菓子の中身が少なくなっているように感じるのは僕の気のせいですかね。このヤマケイと南ガコラボの寝袋も高くなってます。僕が買ったのはオーロラ600というものなんですが、僕が買った時には3万900円だったのが現在では3万4699円となってます。割引のクーポンも 15% オフとかもあったんですが、最近ですと500円引きとかが多いですね。この先値段がどうなるかっていうのは実際のところはわからないんですが、このままだと多分高くなると思いますので、いつか買おうと思っている人は早めに買った方がいいんじゃないかなと思います。これはあくまで僕の予想なので間違ってたらすいません。では2つ目ですが、納期についてです。すでにこの寝袋のことを調べている人は知っているかもしれませんが、この寝袋は納期が遅いんですよ。この動画を撮っている時点では納期が2022年の1月下旬となってますので、今のうちに買っておかないと結局後で買っても冬に間に合わなくって、結局使うのが1年後とかになってしまう可能性があります。なのでこの冬に使おうと思っている方は今すぐ買った方がいいですね。ただ納期遅れとかもあるらしいので、もし今買おうと思った人は一度その辺も調べてみた方がいいと思います。この寝袋は僕も実際に使っていてすごくいいものだと思いますので、詳細が気になる方は概要欄のリンクからチェックしてみてください。また不具合なんかがありましたら動画にしたいと思ってますので、今のうちにチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。